シャーナーアメ、シャーナーアメとは、女児詩人フェルドースイーがペルシア語で作詞した、イラン最大の民族女児詩。約6万ツイクにも及ぶ大作である。王書とも訳される。サーサーン朝時代に編まれたペルシア通史である、フワダー・イナーマグを元にして、サーマン朝支配のペルシアの詩人、フェルドースイーが980年頃より作詞に着手、したと言われ。 30年以上の年月をかけて1010 10年に完成した。フェルドースイーは当初サーマン朝の君主に作品を検定するつもりであったが、999年に道朝は滅んでしまったため、ガズナーサのマフムードに捧げることとなった。その内容は古代ペルシャの神話、伝説、歴史の集大成であり、最初の王、カユーマルスから、 サーサーアン朝ア滅亡に至る4王朝歴代第50人の王の知性が述べられている。特に聖王ジャムシードや、ボークンザッハーク、霊長シームルグ、英雄ロスタムとその息子ソホラー部の悲劇などはよく知られている。イランにおいては、極めてよく知られた国民的な女児子であり、多くの写本が作られた。ただし、イランがイスラム化された以後に作詞された女児子なので、 ゾロアスター教やそれ以前に由来する神話に関しては、一神教の教義に定触しないような改変がなされている。なお、おおむねサーサーアン朝の半島に相当する伝統的イランの地は、イスラーム以前にはイーラーンないし、イーラーンシャフルと呼ばれていた。イーラーンシャフルの子は、イスラーム期に入ると文献からほとんど姿を消してしまったが、シャアナーメにおいては、例外的に使われている。 シャアナーメは、神話、伝説、歴史の三部構成からなる。第一部は、初期文明の神話時代であり、第二部は英雄たちの活躍する時代。そして、最後の三部は、サーサン朝歴代の王の統治時代が語られ、最後の王までたどり着く。歴史時代の記述は、シャアナーメの全体の五分の一を占めている。こうして構成を持つ、シャアナーメのうち、最もよく、 イラン人の心を打つのは、伝説部の、回る天輪が人間に対して企む善悪様々な、諸行の絵模様である。詩人は、主要人物が死ぬたびに、人のよう、儚さ、与えては奪う運命の無誤さを嘆く。フェリー・ドゥーン王は三王子の首を前にして、悲痛な歓性を上げる。我が子をそれと知らず我が手で殺した、ロスタムの嘆き。ロスタムの死を嘆く老母の狂気等。 シャーナアメには嘆きの場面が繰り返し登場する。岡田によれば、このような言葉による嘆きのエネルギー。この情熱がペルシア史のそしてまたイラン人の否定しがたい特質であるという。紀元前6世紀にペルシアのアケメネス朝が起こった。現在のイランを中心に東西に拡大した。このペルシア大帝国は前230年のアレクサンダー大王の闘神で崩壊した。 大王の死後、その広大な領域はいくつかに分断され、ついで、中央アジア起源のパルティア人が、ペルシャ全土を領有し、そのパルティア王国は、紀元後3世紀まで続いた。226年、数世紀続いた、この異民族国家を倒して、サーサーアン・アサ、ペルシアが成立した。新王朝は古代ペルシアの宗教ゾロアスター教を、国教と定めた。 651年、ムハンマド創始のイスラームを報じるアラブ人の攻撃で、ペルシア王朝は崩壊してしまった。侵略者はイスラーム化政策を強行し、イラン人のゾロアスター教からイスラームへの改修、アラビア文字の使用などを推進した。以後、中世を通じて、ペルシアにはトルコモンゴルの移民族王朝が攻防する。このトルコとは、今日の東欧。 小アジアのトルコではなく、シャアナーメの中でトゥーラーンとしたペルシア東方の国、つまりフェリードゥーン王がトゥールに与えた国のことである。このようにペルシアはまず、アラビア半島から起こったイスラームアラブ勢力下に入った後、次に東方から起こったトルコモンゴルという民族大移動の大きな影響を受けることになった。サーサーンアサ、ペルシアが アラブの侵攻で倒れて三百数十年、シャーナーメはゲイランの北東部マシュハドの近くの村に住む詩人郷土の手で書かれた。ペルシア紅葉の精神を持ったシャーナーメは30年余りにも及ぶフェルデスイーの努力によって完成したが、こうした試みは彼以前にもいくつか見られる。フェルデスイーがシャーナーメの完成にあたり用いた資料として、 一トゥースの大使アブーマンスールの命令で編纂された三文作品にダギーギーによる詩が挙げられる。シャーナアメには善悪二言論の世界観が根底にある。ゾロアスター教は、王発、光は髪型にあり、光は善にして神、闇は過方にあり、闇は悪にして、魔人という考え方である。暗黒を彷徨う,ううち、魔人は光を認め、 破壊の本能に従い攻撃を開始する。前進は次のように考えた。悪が絶え間なく永遠に活動すれば世界は分裂し、破壊に至ることもあり得る。そこ前進は光と闇の戦に3000年ずつ3期の起源を設けることを提案し、悪心はそれに同意し闇の世界に戻った。ゾロアスター神話では、 宇宙開闢から、この3000年3期の提案までにすでに3000年が、経過している。つまり、世界の初めから、終末、最後の審判と復活までに3000年ずつ4期の、合計1万2000年が算定されているのである。第1の3000年期が終わると、第2の3000年期の第1年目、全身アフラマズダーは、光の世界に創造物を表していくが、 悪心アフリーマンは闇の底に無意識のまま眠っていた。神は輝く金属、または石のような硬い物質で、まず天空を創造する。神の第二の創造は水である。星の領域にある山の頂に泉が現れ、流れ出た水が宇宙の大海、ウォルカ社に注がれる。第三の創造は大地であった。ウォルカ社会に巨大な島のように現れた大地は、 円盤状をなし、その数は6とも7とも言われる。まだ生物のいない現初の大地は山もなく平坦で、時の流れもないかのように平穏であった。神の創造の第4の創造は植物、第5は動物、そして最後が人間であった。天空から始まったアフラマズダーの創造がこれで終わった。ここまでで1年以上が経過している。被造物はて理想の状態にあり、 木に棘はなく、苦い実をつけない。最初の動物は、月のように輝く白い牛であった。そして最初の人間は、太陽のように輝き、三千年を安らかに生きた。彼らは何も食べず、動かず、老衰を知らなかった。しかし薬心アフリーマンが、暗闇の眠りから目覚め活動を開始する、第三の三千年期に、平和は破られる。深い無意識の眠りから、 アフリーマンを目覚めさせたのは悪の化身ジャヒーであった。彼女は悪心に言う。人間と牛に苦悩の味を知らしめ、この世が生きるに値しないことを思い知らせてやりましょう。闇の世界のあらゆる悪魔たちが集められ、第三期3000年の攻撃が始まった。邪悪の軍勢が地表を覆い、大地は激しく震撼する。太陽、かつ星々は天空に固定され、 地上に平穏な光を注いでいたが、悪の騒乱に揺り動かされて、急流を回り始めた。貪欲、病気、飢餓、無気力が人間と牛を苦しめ、秩序は混沌に、真実は虚偽に変わり、悪心やフリーマンが勝利し闇が光を覆うかと思われる。勝ち誇った悪の軍団が暗黒の本土に戻ろうとした時、甲冑を着た精霊の大軍がその行き先を遮り、 透明の硬貨の円盤を髪型にかけた。悪は、この前の天空の下から逃れられない。いわば魔人たちを閉じ込めたこの世に、再び生命が蘇る。死んだ原始の牛の死子から穀物と薬草が、原始人間の生液から大王草が芽生えてくる。互いに絡み合い成長する。この草は、人間の兄弟であり、彼らの交わりから、人類は増殖していく。 この世に死が行き渡るかと見えたが、死から生が蘇ったのである。悪の攻撃から始められた第3期3000年の間、善と悪との抗争は続き、文明初期の社会にまで来る。そしてこの二元論宗教の教祖ゾロアスターは、紀元前1000年、または600年頃に生きた。彼の死後、1000年ごとに救世主が現れ、最後の救世主は、諸女解体によって生まれ。 彼によって、換気扇が到来した。病と死が型え、死者は復活し最後の審判を受ける。そこでは天国に行く者も、地獄に落ちる者もいた。アフリーマンは地獄に逃亡し、彼がこの世に出てくるために作った穴が塞がれた。大地は平坦になり、人間の魂と肉体の理想的統一、悪が侵入する以前の完全な状態に戻った。このような二元の思想は、 アッラーを唯一神とするイスラームの原理とは一致しない。しかし、シャーナーメにこういった世界観が現れているように、ペルシアの地に生まれた人々の心からこの伝統的感情は消しがたいものと言える。古代への影響としては、11世紀にセルジューク朝に仕えたイラン人最小のニザームルムルクが、実朝の統治の書において模範的君主としてシャーナーメに集裁された。 伝説上の英雄も取り上げて、統治の要廷を解き、その一方で、トルコ人王朝であるセルジューク朝の由来を、シャーナーメに登場するアフラースイアーブにまで遡ると、説明していることが挙げられる。文人としても名高い、イラン人ニサー・ムルムルクにとって、シャーナーメはそれだけ身近な作品であっただけでなく、イラン的世界とトルコ的世界とを結びつけようという。 彼の意図をそこに監修することができるのである。また、12世紀末、サファビー朝の時代においては、タフマース部一世の工房で、名将たちによって、共同で描かれた16世紀のシャーナーメの挿絵が、特に有名で、250以上もの国際式のミニアチュールを含む巨大な写本であり、写本芸術の最高峰とされる。レザーパフラビーの登場した20世紀前半の、 イランナショナリズムの潮流にあっては、シャーナアーメは国民的女子史、作者、フェルドースイーは国民的詩人として検証された。1934年には日本を含む17カ国から著名な東洋学者40人を招いて、フェルドースイ生誕宣言祭が開かれている。また、シャーナアーメの中の一節、知は、力なりは、イランの教育標語に指定され、以後、 パフラビー朝支配の約半世紀にわたって教育現場や教育行政においてあらゆる機会に用いられてきた。資本牧書南蛮文字なお、日本に現存するペルシア語の文書としては最古のものである。資本牧書南蛮文字には、ビースト、ラーミーンの祝幸福は永遠ではなく、富はタレ人にとっても永続するものではない。神はある日幸福と幸運を与え。 そして別の日には奪い去るに続いて、次のシャーナーアメからの詩が引用されている。世界は遊覧、思い出の場所であり、我らは去りゆく者、善行と奉仕の他に、人間に残るものはない。ありがとうございます。